自民党の総裁選挙は、9人の候補者が午後、自民党本部で共同記者会見を行い、岸田政権の政策を継続するか、転換するかなどについて語りました。いつ増税があるのか、このマインドは払拭しなきゃいけないと思っております。まあ、むしろ成長が優先でございます。岸田政権におきましては、 必ずしもこの長期の国家ビジョンというものが、明確かつその広い範囲で共有されているような感じは正直しませんでした地域、中小企業、小規模事業、こうした皆様に実感していただくような政策をさらに追加をしていきたい私は経済政策、そして外交政策の基本的な方向性は引き継いでいきたい、労働市場改革、そしてまたライドシェアも含めて、正規な規制改革を進めていきたい。 光が当たっていなかった女性、シングルマザー、またシニア世代の皆様、そして生活に困っていらっしゃる皆様、そうした方々に目を向けてまいります。派閥解消などについてこれは必要だったと思いますけれども、やや唐突感、これがあったことは否めないところであります。総理になれば今度はトップダウンで改革のスピードを上げるということができるようになる。これはしっかりやりたい。 いかにしてこの地方の衰退というのを止めるかということは、新政権において、さらに強力に取り組まねばならない。防衛力の抜本的強化、その財源については、経済状況の改善であったり、さらなる成長による税収アップ、税外収入の増加によって、私は十分確保できると考えております。 また、派閥の裏金問題への対応は、多くの候補が新たな事実が出てきた場合のみ対応する姿勢で、再調査には慎重な姿勢を示しました明日は日本記者クラブで候補者同士が議論を交わす討論会が都内で開かれます